い、おはようございます。釣り子 TV です、ね、ダイワのホームページ次の情報が出てるんじゃないかなと思ってですねやってきてみたんですけども、はい、EXIT のコーナーアップデートされてるでしょうか。ここら辺は一緒ですね。で下の方に行くと、おー、スペック一覧が出てきましたね。こっちだとちょっと見にくいから、じゃあちょっとこうするとね、はい、じゃあじっくりと見ていきたいと思います。まず60年目の革新ということで、このデザインはね、どうですかね、かなり本当やっぱりこの前も言いましたけどシンプルなデザインで、金色がなくなったなということで、セルテートとかね結構金色の色を使うことが多くなってきたんで、最上級機種はまたシンプルな色に変わったのかなというところで、ここに下にこう説明書きがあって、まあ LT っていうコンセプトが今回入ってくるよということで、下の方にどんどん行くと、はい、スペック表出てきました。でね、価格なんかも全部載ってるんですけども、まず機関となる LT2500 番っていうのがですね、価格が69,000円で、でまあ重さが 180g だよということで、でこう下の方まで行くと3000番とかですね、あと C4000 ってのがあるんですね。 LT の 4000C って呼んですかね、これ72,000円なんですけども、コンパクトボディで糸巻き量が12ポンドのナイロンラインだと多分 150m ということなんで、まあシマノの番手でいくとここら辺の糸巻き量だと、C3000 とかと同じになってくるんですかね。で下の方に行くと今度、小さい番手とかがあるんですけども、注目したいのがこの FCLT2000SP とか SH の、番手ですね。まあギア比で、ローギアのものとハイギアのものとあると思うんですけども、4ポンドラインが 100m 負けるっていうことなんで、ここら辺の LT2000 シリーズが結構ブラックバスの小型なリールだと使いやすいのかなと思うんですが、重さがですね驚愕の 155g なんですね。自重 155g、ね、これは軽いんじゃないかな。で両方67,500円っていうことなんで、どうでしょうか、釣り具屋さんとかだとまあ5万円前後とかで買えたら、まあ、安い方なのかなと思いますけども、スピニングリールね、最上級機種ついにこう 155g に来ちゃったってことですね。でシマノのステラ最高級18ステラなんか出ますけども、そちらが確か一番小さい軽いモデルで 165g だったので、それよりですね 10g 軽いよっていうところなんかがあるのかなというところで、でまあ価格もまあ7万円を切ってきてるということなんで、どうでしょうか、買い、まあ高いは高いですけどね。ただ 155g で今釣り竿なんかも軽いものによっては、65g とかそういったモデルが出てきてますからね。リールと竿を合わせても 200g 前半で、ライトリグの釣りができちゃうと、こういう時代が18年、到来するっていうことなんですね。まあ軽ければいいっていうことでもないかと思うんですけども、軽いからこそ正義っていう感じのところもありますかね。一日中ずっとシェイキングするなんていう、本当釣りをする時なんかは軽さが本当に嬉しかったりしますからね。いや 155g がまあ、いくらだっけ、67,500円で買えちゃうよという、こういう時代に突入していくということでございますね。まあちょっと本当触ってみたいですね。この機関となるのは上の方の LT2500 ライト&ダフの2500とかが機関モデルになるのかと思いますが、
まあ、実際にライトライン主体で、まあ、暴走のリザーバーとかで4ポンドラインとか3ポンドライン、まあ、はたまた冬の時は 2.5 ポンドラインなんかを使うなんていう時はこの FCLT2000SH とかですね、これギア比も速いんで巻き取りも速いんで、ここら辺が、ダイワの最上級モデルになってくるのかなというところで非常に楽しみではありますけども、でネクストアップデートは2018年の1月17日フィッシングショー目前ですね。ここに何かさらなる追加情報が出てくるっていうことなんで、非常にお楽しみなんじゃないかななんていうふうに思いますけども、はい、というわけでね、最新の情報また、出揃ってきましたね。まあ今日はあのダイワのスピニングリールに集まってもらったんですけど、もうね結構使ってるんでボロボロですけども、これはイグニスですね、結構昔のイグニスですが、まあまあまだ全然使えちゃうっていうね、ここら辺がやっぱタフな、ね、ベールとか、あとはどうでしょうか、まだゴロつきもないんでね、全然あの軽く使えるっていうところで、まあでその後こうルビアスとかね出て、で中堅機種の機関でこうイージスね、ブラックバス3でこのイージスシリーズが出て、うん、でまあこれ今3つね巻き比べれば分かるんですけども、やっぱりマグシールドとかこういったね機構がついた後っていうのはちょっとねヌルヌルしてるんですよね、オイリーというんですかね、なんかこうちょっとヌルヌルした巻き心地で、でここら辺のまだマグシールドが搭載してない時のは本当もう軽くてシャカシャカシャカっと巻けるっていうね、ここら辺はあの触り比べるとよくどんな風にリールが変換していったかなって、これもマグシールドまだ乗っていないルビアスなんで、すごいねなんか軽い感じなんですよね、軽い巻き心地で、でまあここら辺の機関となる、機能が出揃って、それをさらに軽くするために、パワーアップしてきたっていうことですからね、各こういったハンドル周りとか、あとはボディを一体成形のボディにしたりとか、そういった微調整によって2割から 25% の軽量化がイグジストには、搭載されているっていうことで、でその他ここら辺のドラグノブ周りとかもかなりデザインを見ると大きく、この昔のちょっとこれねちっちゃいんですけどね、これがもう何ですかね、スプールエッジに届くんじゃないかっていうぐらいな大きなドラグの、ノブになっていたりするので、まあ直感的にこう調整しやすいっていう、まあ実際ね買って使ってみないとねどういう感じかはわからないんですけども、まあフィッシングショーでまずは触ることができるので、早速ね、フィッシングショー始まったらダイバーブースに行ってイグジストね絶対触ってみたいなとは思うんですけども、まあ主なところはこのライト&タフコンセプトで、場所によってはマグシールドの機構を抜いたよっていうことによってどれぐらいこう軽やかな感じに変わっているのかなっていうのをまずは触ってみたいな。で LT モデルとそうじゃないモデルが並んでるはずなんで、それで右左でこう回し比べるだけでそれは体感できるのかなって期待してるんですけども、まあ何してもねこう軽さを追求したタフなリールっていうことで非常に楽しみなモデルなんではないでしょうか。というわけでね、本日の釣り子 TV は引き続きねイグジストの新しい情報、なんと最も軽いモデルが 155g から、ラインナップしてるよってね、ここら辺を見つけたんで、それをですね、ダラダラと語ってみました。はい、釣り子 TV でした。